ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフが役立たずな装置をご紹介。というわけで、本日は、2秒毒発生装置です。さて、これの作り方は極めて簡単。まずはブロック3個、トラップドア8枚をご覧のように設置しましたら、ブロックの真上に開いたフェンスゲートを設置した後、それの中央付近めがけてスニークしながらボートを2艇設置します。続きまして、ご覧のような誘導路を作り、ウィッチをおびき寄せて上のボートに乗せましたら、あとは誘導路とブロック3個を撤去してから、ボートの真下の地面に7枚重ねの薄い雪を設置するだけ、2秒毒発生装置、これにて完成です。薄い雪の中央付近に立つだけで、2秒間継続する毒を浴びることができるこの装置、全く役には立ちませんがぜひお試しください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。